それでは録画スイッチオン。今回大人数撮影会企画第3弾、全4回あるうちの第3弾です。ガーリックシュリンプスパゲティを作って、みこさんガーリックシュリンプスパゲティを作っていきます。パクチーを切りました。そしてニンニクを刻んでいきます。今回も総勢13人か14人のお客様方に一台一台スマートフォンを渡しまして撮影していただいております。それを次々とカメラを切り替えながらこの動画を作成しております。ニンニクを切りましたらパスタを湯がきます。いい天気です。そして油を引きましてエビを入れていきます。エビとニンニクの香りが現場に立ち込めます。現場は恵比寿の古民家です。古民家ギャラリーです。おしゃれの代名詞、古民家ギャラリーです。マイクの周りで猫が荒ぶっているためぐるぐる音が入っております。わざわざマイクにぐるぐる音を入れてきております。すいません。みこみこやめ、みこ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 、ケーブルかまないよ。申し訳ありません。後ろのお客さんの赤いワンピースが素敵ですね。パスタ湯がきます。グリーンのスカートやらイエローのスカートやら赤いワンピースやら黄色いレモンやら朱色のレッドウィングやら緑のパクチー、黄色いランプ、色彩にあふれております。恵比寿の古民家ギャラリー。天気もよく非常に暑いです。みんな汗だくになりながらこの撮影をしております。パスタがガーリックシュリンプと合わさりました。茹で汁が若干入ることにより乳化してパスタがとろみを帯びます。そしてパクチー、ほぼ火を止めておりますので、パクチー入れたらあとは和えるだけ。そしてこじらせまな板、オリーブに盛り付けてまいります。こじらせまな板、オリーブはまな板としても使えますし、裏返すとお皿としても使うことができます。優れものです。やっぱりエビはこの場合殻付きの感じがいいですね。そして決め手はこの豪快に絞ったレモン、豪快にいきましょう。そして残りのパクチーを生の状態で上に振りかけていきます。そしてガーリックシュリンプスパゲティです。ガーリックシュリンプスパゲティの完成です。
スタを高々と掲げます。それではいただきましょう。東南アジアの雰囲気を醸し出すこのパクチーもガーリックシュリンプと合わさればイタリアンもしくはハワイの風、いろんな風をこの恵比寿の古民家カフェで味わうことができます。殻付きのエビなので歯ごたえがあります。悪く言うと歯ごたえありすぎてちょっとしっかり噛もうと思うと顎が疲れるかもしれませんが、このエビをカリ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 噛んでいると噛めば噛むほど味が出てきます。ちなみに今使っているこのフォークはもうすぐ販売開始するこじらせキッチンツールズのフォークです。持ち手が気になっています。あとこの時に着用しているジャケットはユニバーサルオーバーオールというブランドと得意ビデオストアのコラボジャケットです。キャンプなんかにも年がら年中使いやすいので、皆さんよかったら得意ビデオストアのショップページをご覧ください。右側のお客様、ワンピースの赤と僕のテントの赤が同じです。後ろに映っている黄色いランプは1970年代ほぼ僕と同い年のランプです。私は1975年生まれです。2023年東京恵比寿、よく晴れたこの日、48歳の私は皆さんと共にガーリックシュリンプスパゲティを作った。